はい、ワドツーゴルゴいらっしゃい。浅井さんすごかったね、電話を問い合わせ。俺とつまちやっても一件もかかってこないのにさ、浅井さんと殺到するからね。みんな浅井さん大好きなんだね。風船プレゼントありがとう。なんでやっしゃ、どうしたの。バツーさんいらっしゃい。ワドツー風船ありがとう。風船ありがとうございます。アイテムありがとう。これゴミ？どれ？この辺の。その辺って何入ってんの？わかんない。軽い？ゴミでしょ。なんか触ったらわかるでしょ、大体。容器とか。いや、ゴミでしょ、どう見ても。家宝とか言わないでしょ、それ。バカプレゼントありがとう、F さん。ありがとう。バーガープレゼントありがとう。さあおいで、もう家帰ろう。ああ、おお、バーガーラッシュありがとう。たくさんバーガーありがとうね。ゴルゴも風船いっぱいありがとう。いつもありがとう。ありがとうございます。バーガーありがとう。浅井さん優しいよね。あ、どうした。食べる。パン、お腹空いてる。俺パン食べるよ。いらない。遅かったな。電車、車。いただきます。うまっ。孫子初めて見たの。面白いでしょ。微妙。あ、そう。どんな枠やってたの。後ろの画面がガチャガチャ変わって、うん、どうするどうするするぞって。うん、これまずいな。外れだわ。多分リアルタイムに知ってる人はあんまりなんか、うん、リアルタイムに知ってる人はあんまりなんかそういうの、嫌な感じ。リアルタイムに知ってるってどういう日本語がわかんない。リアルタイムで事件を見てた人。ああ、はいはいはい。オウム真理教事件ね。そう、うんうん。孫子ってニコ生のやつね。ニコ生の配信者。うん、風船ありがとう。ニヤミリさん、アキッサさんいらっしゃい。待って、雑談やろう。なんかふわっちあれだよね、最近 FX 配信者すげえ伸びてるよね。面白いのかな。うん、おい、ハチいらっしゃい。メロンいらっしゃい。俺も生活保護抜けたからな、 FX やろうかな。株か FX か。
みんなエフェクトとかやってんの面白いよ。アルさんはどつ？今日はノンタン来たからノンメシが食べれるよ。ノンメシが。やばいんだけど、体力どんどんついてく。興味あるんだ。マサオなんで殺されたんだよな。かわいそうに。まあ北朝鮮ってすげえよな、ほんと。ほんとにすげえと思った。日本に生まれてよかったよな。いいやつは死んじゃう世の中。まあ昔からそうだよ。うん、人のいいやつと勇気のあるやつは死ぬんですよ。オウムが作った毒薬だった。え、そうなの？マジで？いや、すごいよね。兄弟で殺し合うんだもんね。初見さんいらっしゃい。すげえ、ほんとにすごい。別政権立てる可能性があったから。そう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 。要は、中国が北朝鮮ぶっ潰した後に、傀儡政権ができるって話だっけ？こんばんは。オウムは北朝鮮の応援でテロをした。応援ってわけじゃないかもよ。あの、なんつうの、もお互いメリットがあったって話でしょ。捕まった女の人身代わりなんだってね。なんかネットアイドルとかでしょ、ベトナムかなんかの。ようわからんけど。相手だが誰だったかわからなかったが通用すると思ってるのがすごいよね。相手が誰だかわかりませんでしたって毒殺するわけないじゃん。いたずらのつもりでしたってありえないじゃん。そんな通用するわけないじゃん。え、何？あの、ほら、女の子二人死んでるじゃん。それは何？毒をもらって死んだってことなの？なんかスプレーかなんか吹きかけたんでしょ？要はか、スプレーの毒を吸っちゃったってことなの？仲間の女二人は。怖っ。オウムの革命が成功した国家がソ連と北朝鮮とか中国。どうだろうね。自殺なのかな。うん。豊作院すげえよな。自殺じゃないでしょう。自殺するか。わかんないよね。もうなんつうの、はるかさ、もう俺らの想定の上の上の方まで行ってるようなさ、世界で生きてる人たちだから、もう俺らの考えじゃ分かんないよね。本当にキムナンチャラに趣味は洗脳されてるのかな。されてるでしょ。うん、だって日本だってそうだってさ、企画起こした。あ、今スカイプ見てみるよ。企画なんだ、企画って。スカイプ俺起動しないかんね。うん、
ああ、俺出したよ、これ。これ出した、出した。もう個人で出しちゃった。うん。個人で出したよ、今川さん、これ。地下鉄テロの数日前から工作員が国内に上陸してる、用意してたようですよ。ああ、松本サリン事件。それは本当でしょう。北朝鮮が、乗り込んでくるっていうのは。要は日本自体に工作員全部で10万人ぐらいいるらしいからね。自殺と見せかけて暗殺。映画の世界だ。まあ、俺はその線だと思うよ。人を殺す奴が自分も死ぬっていうのは、ちょっと考えづらい。洗脳した、洗脳されてた。まあ、その可能性だよ。洗脳されてたか、暗殺されたかのどっちかだよね。来月申請。いや、まあ、申請、自分で出すんで大丈夫っすよ、僕。そもそも実行犯が現場に戻ってくるなんて、へま、北朝鮮は絶対にするわけない。だから、ちょっとわかんないよね。女、ハニトラだったのかな？何なんだろうね。VX ガス。肌につくだけで死ぬ毒薬。あー、すごいね。本当に映画の世界だね。怖い世界ですよ。でもね、なんか悲しい運命だよね。外歩けないっていうか、まあ別に市民にやるわけじゃないでしょ。テロではないから、あれは。なん、中世ヨーロッパだってそういう兵器はあったわけだから。うんこを発酵させて毒作れるんだよ。北朝鮮の毒薬はもともと日本陸軍っていうか、もともと北朝鮮が作られちゃったっていうか、あの国ができたのは日本のせいだからな。日本の真似っこしてんだから、昔の。だから昔の日本にそっくりじゃん。トランプさん本当にやってくれないかな。トランプは怒ってんの？トランプは興味ないんじゃないの？トランプはイデオロギーで動く人間じゃないでしょ。ビジネスマンだから。多分スルーだと思うよ。わかんないけど。ニュース見てないから全然わかんない。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、F さん、偽りの神、ゴア・アウルドさん、フォローありがとう。困ったさんもフォローありがとう。怒るとこなの？どうなんだろうね。うん、正直北朝鮮って今のままでいいと思う。戦争とかしたらいろいろ大変。戦争を起こす可能性がある国家だからな。実戦踏み込むタイプだからな。イベント、格闘技のイベントをちょっと告知させてください。ちょっと待ってね。庶民ね。
便所太郎さんから軽く、まだ正式ではないけど、仮決まりの、のが来ました。まずですね、一番高い席料が、スポンサー席が10万円。で、特別席でスポンサー席は10万円払った人は。で、5席用意されるので、まあ、1人2万円だと思ってください。5席用意されるそうです。で、ポスターに、協賛のニックネームとか名前とか、もしくは社名を掲載することが可能ですと。うん。で、会場30分前に入場して、出場者とリングで記念撮影ができる特典がつくそうです。はい。その他の希望も DM でご相談受け付けるそうです。一番高い席が10万円で5席、スポンサー席です。で、締め切りが3月の10日、スポンサー席については、3月の10日かな。で、席が埋まり次第ということです。便所太郎さんに DM してください。で、リングがですね、一般指定席が5000円。一般指定席が5000円。で、3列目の S 席、3列目ですね、7000円。SS 指定席、2列目が9000円。で、リングサイド指定席が、12,130円です。チケット手売りは、事前に便所太郎さんに DM してください。はい、以上です。告知は。今日ご飯何？唐揚げでいい？お、いいね。手作り唐揚げ？いいね。B ダッシュの解散が今日、B ダッシュってまだやってたの？それにびっくりなんだけど。マジで言ってる？ B ダッシュってまだやってたんだ。すげえな。ちょしかわかんねえわ。ちょっていう曲 B ダッシュだよね。すげえな。もう何年やってる？ 20 年ぐらいやってんじゃないの。みんな飯食ってるのか、コメント流れない。なんだろうね。まあコメントない時全然ないよ、うちは。ある時は全然途切れないけど、さすがにそればっかりはね、わかんないかんね、自分では。まったりしてるのか、なんか忙しいのか。まあ、たまにはね、こういう日もありますよ。
どうしようかな、領収書続きやろうかな。最近 YouTube で見れなかった配信見てます。あ、そうなんだ、ありがとう。 YouTube もね、チャンネル登録してもらえると嬉しいっすね。やっと200人超えました、フォロワーが。前1000人ぐらいいたんだけどね、新しいアカウントに作り直したんで、ぜひぜひ YouTube の方もチャンネル登録していただければ。最近動画全然作ってないけどね、もう1年2年ぐらい。ふわっちでのコメが見れない。そうなんだよね。コメントをキャプチャーしたいんだよ。そうなんだよね。そう。あの、キャプチャーソフトっていうのを使えばなんとかなるとは思うんだけど、どうやるのがいいんだろうね。機材がさ、新しい Windows でやるのができないからさ、俺が。アイラに相談しようかな。ね、画面上にやっぱコメントないと面白くないよね、動画も。そこだよね。なんかうまいってないのかな。なんか無料でしかもちゃんとできるやつが欲しいんだけどね。無料で、有料でもいいわ、この際。X なんだっけな、みんな使ってんのなんだっけ、 X ビデオじゃなくて X スクリプトだっけな。ニコ生のあのライブエンコーダーが一番ね、機能いいんだけどね。キャプチャーもできるし。おすすめのキャプチャーソフトある？キャプチャーっていうか、なんて言うんだろう、あれ、配信ソフト。Mac だったら使いこなせんだけどさ、こっちのパソコンだとできないっすよ。さっきの方誰だったんですか？あ、浅井さんって言ってね、生主と1ヶ月間ぐらいなんか一緒に、そのホームレスになっちゃった子がいて、まあ石野っていう男の子がいたんですよ。石野くん面白くて、3ヶ月間ぐらい漫画喫茶でリスナーさんからの振り込みだけで飯を食ってたんですね。で、その子がお金なくなったら、俺の店、いていいよっていうことで、石野くんと1ヶ月間ぐらいずっと一緒に生活してたんですよ。ただ石野っていうやつが面白いやつで、結構もう破天荒のやつなのね。若いやつなんだけど。で、なんかもう、
ちょっと鬱っ気があって、もう俺ホームレスになりたいってぼやいてたから、俺止めてあげてんのに失礼じゃん。で、面白いやと思ったから、じゃあ本当にホームレスやるって言ったら、やりましょうって言うから、そのホームレスいっぱい溜まってるところがあるんですよ、あの新宿の都庁前に。で、そこプラプラ歩いてたら、その段ボールで寝てる人におにぎり配ってる人がいたの、お弁当とかおにぎり。で、俺は NPO の人だと思って話しかけたのよ。すいませんって、この辺でホームレスやりたいんですけど案内してくださいって言ったら、それが浅井さんだったので、あの布団とか持ってきてくれて、石野くんに。そう、簡単に言うと元ホームレスで5年間ぐらい寝たきりだったのよ、ホームレスで。で、今は空き缶拾いだけで1日2万円ぐらい稼いでる人で、ホームレスにお弁当配ったりとかお金あげたりして食わせてる人なんですよ、うん。あ、ロハコさんが NG なんだよね、浅井さん怖がってて、うん、ロハコさんから NG ですね。あの人とはちょっと苦手だって言ってた。はい、ワード2、サトシさんいらっしゃい。すごいよ、うん、俺はだから日新塾のマザーテレサと呼んでるけど、うん、だからもう古い付き合いだね。2年ぐらいもうずっと友達だね、浅井さんとは。なかなか、なかなかすごい人ですよ、うん。浅井さんヒーリングができるのか。いや、それがね、なんか結構ね、なんかすごい人で、なんつうんだろうな、ヒーリングができるっていうか、俺はなんか予言みたいなのがすごい当たるから、浅井さん何言ってるか分かんないでしょ、みんな。だけど結構予言めいたこととか格言みたいなこと言うんだけど、それがね、ことごとく当たってるんだよ。例えばその配信で生活保護抜けることも浅井さんは予言してたし、リオンさんバーガーたくさんありがとう、浅井さんはズバッと予言してたね、うん。で、配信やってる時が一番輝いてるから配信で飯を食いなさいって言ったのも浅井さんだったし、うん、他にもいろんなことがあるよ。そうで、病気が治るっていうのはね、もともと整体師をやってたのかな、整体師の資格があって治療院をやってたんだけど、なんかそこで逮捕されちゃったのかな、なんかチラシかなんか配ってて、病気治りますみたいなこと言っちゃうじゃん。で、薬事法かなんか医師法かなんかに触れて捕まったとか、なんとか浅井入れが入って、その辺は詳しくないんだけど、でもなんか YouTube とかで問い合わせ来るよ、浅井先生生きてらっしゃったんですかみたいな。なんかその過去、その浅井さんをリスペクトしてた人たちから、浅井さんは今どこで何されてますかみたいなの来るね。東京に地震来るの、俺はわからないね、全然そういうのは。な、占えるとかじゃないんだよ、占いとかじゃないの、なんつうんだろう、人の心を読むっていうか、うん。俺はだから、まあニルバーナになっちゃった人だと思ってるね、簡単に言うと悟っちゃった人だと思ってる、うん。すごいよ、うん、YouTube で問い合わせ来るよ。もう浅井先生はすごいヒーラーだとか、いろんな、なんか俺はよくわかんないんだけど、そういう病気治るとかは、うん。でもまあ生き方がすごいかっこいい人だから、思想とかやってることもかっこいいし、だから普通に仲いいですね。僕は尊敬してますね、浅井さんのこと。あんなすごい生き方してる人今まで見たことないんで、まあ、言ってること何言ってるか全然わかんないけど。なんかね、独身術とかそういった類のものじゃないんだよね、もう霊的感覚みたいな、脳が焼けちゃったんだよ。昔はなんかまともだったらしいよ、昔から付き合いある人から聞くと。なんかいきなりその神様、光が現れて、なんかどうのこうのみたいな、そっからおかしくなっちゃった。今だいぶマシになったらしいけどね。なんかもうすごすぎてよくわかんないね、浅井さんは。なんかもう周りも、うん、周りも浅井さんのことリスペクトしてるし、すごい慕われてるよ、浅井さんは。っていうか、まあ東京でこの辺だともう超有名なおばさんだね。
レアキャラですよ。いるじゃん、地元に有名なおばさんとか、そういう感じ。いなかった、周りにそういう人。うわ、すまんすまん、いないんだ。今日夜中放送しようかな。一旦寝ようかな俺。今日全体的にかそってるな。全体的に閲覧少ない。いたいた、見つかるとバッタすごい投げてくるおばちゃんいた。何それバッタを投げてくるすごいね。何の意味があるんだろう、バッタ投げることに。面白いな。バッタ、うん。成田の地元にはバカ野郎おばちゃんとかいたね。もうずっとバカ野郎バカ野郎って叫んでるおばちゃん。あと100円くださいおばちゃんとか、ずっと中学生とかに話しかけて100円だけくださいって。10円だったかな、10円だか100円だか忘れちゃったんだけど、うん、ずっとお金をくださいっていう。いる？そういう人。うん、弱者に石投げる。あー石は危ねえな、大怪我する可能性あるからな。それは良くないわ、それは良くない、石はダメよ。じゃあまあ今日はなんか疲れてるからあれだわ、寝るわ一回、夜中かその辺に放送します。じゃあみんなお疲れ、ありがとうございました。おつでーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。